あ、おはようございます。タロスです。あれですよね、こういう仕事をしてたら、ほんまにね、やっぱ、なんていうか、窮地に陥ることって多いんです。もう、トラックならではって言ったらいいんですかね。トラックドライバー初心者の人もそうやし、ベテランでもたまにやらかすというね、結構あるんですよね。まあ、結構働かんな。ほんまに、時折、まあ、これはやばいっていうような、この前も埼玉のどこぞかな、埼玉のどこぞで降ろし終わって隣の市にね向かうってことで、まあ、すぐまあ下道でだいたい20-30分ぐらいか、だいたい30分もあれは着くんです。 でもそこまで土地勘のある場所ではなかったんで、降ろし終わった後校内の方にちょっと場所借りてから地図アプリ開いてっていう感じで調べてたんですよ。ほんなら出てからまっすぐ行って突き当たりドン突きを右曲がってちょこちょこっと行ったらもう国道に出れるわ。ほんでまあまあそれで、まあ、ちょっと安易な考えで出て行ったんですよ。ほんなら最後ドン突きのところ出て行って、ドン突きのところ、ドン突きのやっぱ 右直角カーブだったんですよ。でそこでちょっと嫌な看板が見えてた。それはもうこの先 3.5! うわ、やってもうた。でもなんかそれが曲がった瞬間の信号があるんですけど、その信号を起点としてまっすぐと右が大型禁止だったんですよ。左はいけんねんなと思ってすぐさま左切って、で先に言っとくけど、左曲がってもう一個すぐもう 20m 先に信号があるんですよ。その信号を右に入っていったら正規のルートだったんですね。それ僕はまあ知らん、分からなかったんで、そのまま左曲がってまっすぐ行っちゃったんですよ。で、まっすぐ行っちゃったのはいいんやけど、ちょっと一瞬まあ、なんつうんだろうな、まあ狭い道です。まあ大型2台は絶対利用できない。でも、大型は走れない道じゃない。そこを入っていっちゃって、まあ軽く緩やかな S 字があって、まあちょっとやばいな。でもちょっと、なんやろね、人里がないから、もう広いところがあったらそこで U ターンしようかなと思ったんやけど、まあ行けどもないんですよ。まあ、この間だいたい曲がらなければ、右曲がらなければいけなかった信号から数えてだいたい1キロぐらい行ったんちゃうかな。でちょっと坂、上り坂があって、何個か十字路はあるんですけど、全部もう普通車しか通れへんようなような道で、でこの坂終わりきったところに、まあ、ちょっとした集落って言ったらいいんですか、地図を航空写真で見たら田んぼの田みたいな感じの住宅街で、そこに坂も入ってしまったんですよ。田んぼの田の住宅街の入り口に来ちゃって、うわーと思って、とりあえず全然知らん人の家の前にドンと止めて、どうしようかな、とりあえずでも航空写真で見たらこの正方形の状態やから、下手したらこれ大型で3回曲がったら今のね止まってるところの向きを反対にできるからって、いけるかな、でもちょっといきなり行ったら怖いから、あとは徒歩で確認していこう。で一回曲がって、でもう一回曲がって、で広さ見て、曲がったところのね、また曲がったところが当たるから、まあ、これを見て、あ、いけんこともない、最後もちょっと最後曲がる時に坂が合ってるんやけども、うん、ここだけかわしたらいけるかなと思って、そうかもダッシュですよね、走りながらやから、もう息切らしながらボーッと行って、あ、いけるわと思って、で最高と思って、ゆっくり一回目曲がり、2回目曲がり、3回目さっき言ってたちょっと坂になってるとこ、いけるかな、ちょっとデフロックのボタン入れて、で行こうかなと思ったら、もうやっぱりもう何て言うんですかね、後輪が坂になってるとこに空転しちゃってね、シャ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 、あー無理か、じゃもう一回反動つけていこうかと、でもうちょっとだけバックして、もう勢いつけて、でも勢いつけてやってもうたら逆にね、いろんなとこが狭いから、それも気をつけながらやったけども、結局無理やったんですよ。あー、でももう一回行こうかなって思った時に、左側のね、もう左曲がっていくから、その左側の住人ですよ、住人さんやな、が出てきて、ババアですよ。ババアがもう腰曲がりながら、何してんだいみたいな感じで、うわ、えらくでかいもんが来たもんだねみたいな感じで見てるけど、もう見るなと思いながら、もう行かへん、わかった思って。で、来た道戻る感じで、もちろんバックですよ。でも、普通乗用車と違うところが、やっぱ大型トラック、特有なんです。トレーラーもそうですけど、
前に行くときと左のバックするときのやっぱもうね、舵取りがだいぶ変わるんですよ。でしかもそのときめっちゃ天気良かったんですよね。うし、さっきまで、ずっと太陽がこの運転席側から差し込んでるから、でもその間10分ぐらいかかってちょっとだけ角度変わったんですよ。それだけでもうすっごい眩しい感じで来て、でバックするときそこまで気になってなかったんやけど、その助手席のミラーを見ると、まあ、後輪の、ね、感じを見たいんだけど影になってるから真っ黒なんですよね、見えない。お家の植え込みっていうか、レンガで、ね、レンガ塀があったんですよね。それを当たってしまったら終わりやから、それを見るために、でもハザードとかマーカーランプつけても、もう赤天気いいから意味がないってことで、もうすっごい時間かけながらめちゃめちゃ頑張って最初に止まってたところに戻ったんですよね。はい。その間、もカラッカラですよね。で、戻ってきたけども、そこの、なんていうんですかね、最後曲がるところ、坂があるってところにババアおるから、まだババアの目を合うんですよ。で生まれて初めて、もう警察呼ぼうかなっていうのがよぎったんです、頭から。警察呼んだところでな、バックした、フルバックやからな。ちょっと待って、よう考えたら、ここ来るまでの間も、今もそうやけど、全然車通ってへんよな、ここ。あ、やっぱりここの、この辺の人たちがしかいないから、基本的に交通量ほぼほぼないんだなと思ったら、それやったら、もう来た道、もう最後の信号のところまで行けるかな、思って、もう鬼バックです、鬼バック。まあでももちろんね、もう急いで行かれへんから、だいたい頑張っても、出しても5キロかな、5キロも出えへんかな。ゆっくりハザードつけながら、まあ真ん中、ね、車線の真ん中走らせてもらって。でもね、車で交通量少ないんだろうなーって高く降ってる時に限って来るんですよね。もう前から、原付乗ったババアが、原付ババアが、スクーターババアが来よったんです、前から。もうこんな時、しかもね、普通やったらね、邪魔やから、さっと行くじゃないですか。でも僕の車速に合わせてゆっくり来ますよ。なんでゆっくりやねん、もうさっと行けよと思って。でもとりあえずもう行ってたなーと思って、交差点の中に抜けてからちょっと左寄せてから、でも先が行かせそうと思って、で止まってから手上げようかなと思ったのに、前の交差点バーッと曲がってて、曲がるかいと思って、はぁと思って、またもう真ん中出てからジューって行って、次さっき言ってた緩やかな S 字があるんですよ。緩やかな S 字でも乗用車で走る分には緩やかな、大型車やから、しかもバックやから、うわーと思って、でもまずはここさえ乗り切れば、で、そうこう思ってるうちに前からね、軽トラババアが来たんですよね。でも軽トラババア、ちょっとほんまお前、ほんまお前はもうさっき行ってやった、でも左またよって言って、先に行ってだな、まあとかね、遅いですよ、ゆっくり行くんですよ、前は先行ってくれたら、今もうこれさえ乗り切ったら俺はもうこの SG 超えるしと、で、SG の一括1回目のカーブをギューって曲がってる時にもう一発来ましたよ、ステーションワゴン GG。 はい、さっきまでね、スクーターは軽トラ GG はね、まだね、僕のこと気遣ってから、あ、急がなくてもいいよみたいな感じのオーラ出してくれてたんですよ。いや、もうステーションワゴン GG はもう前ギリギリまで連れてきて、お前何、お前どこ入ってきてったお前みたいな感じ、お前何だ、早くどけよお前みたいな感じで、待てよと、もう無理やん、ね、ゆっくり1回目カーブ抜けて、もう1回カーブの時にちょっと焦りすぎてから、なんていうんですかね、内輪差の関係でちょっと溝にはまりかけて、うわっと思って、でまたそれでも時間をロスしてもって、でなんとかカーブ抜けてから、やっとまっすぐの道来てから、まあ、また寄せて、あ、行けって言うたら、うんうんうんって言って、そんな深なんでも行けねえのこわと思いながら、ほいでもうとりあえず、あ、もうちょっとや、もういいでもそこからね200メーターぐらいなんですよね、その信号まで。まあ、信号行ったら広かったから、そこで、まあ、交通量も少ないから、T 字路になってるんで、まあ、そこでちょっと切り返したらええわ。ほんで、とりあえずやってゆっくりゆっくりで、まあ、言うてもそこ結構、ね、そこだけは交通量そこそこあったんで、でも注意しながら、で切り返しできて、今、もう最後に、なんていうんですかね、信号手前に来たってところを反対に向けて、でも、あてここな、もうここしかないんやろうけど、曲がったとて、そのさっきまた大型の禁止とかないんやろか、と思ってた矢先に、前から信号でね、曲がってきた大型トラック曲がってきたんですよ。いやーと思ってから、もうパッシングガーして、クラクションガー鳴らして。
ほんなら向こうも、へみたいな感じになって、でも、喋りたいけど聞こえへんじゃないですか。でも、大きな声で、ここ曲がって、大型行けるのって。って言ったら、こうなんか、その僕の必死さが伝わったんでしょうね。慈しみに満ちたような満面の笑みで、もうゆっくり、もう仏のような、菩薩のような顔でゆっくり委ねてくれて。ほんで、もうまたバクバクしてるけど、もうとりあえずこのトラックについていこうと思って。ほんで、ついていったら、なんとかまあ、よかった、行きたい場所に出れたわ、と思って。ほんま、あの時のドライバーさん、ありがとうございます。はい、名前も、会社名も、車番も、全然見てへんかったし、覚えてへんけど、はい、ここで、まあ、この、もし、タロスのターチャンネルを見てくれてたら、はい、お礼を申し上げます。ということでね、まあ、そういうのは、あるんですよ、ほんまに。もう、どんだけ年数重ねててもね、初めて行くような場所とか、土地感ないような場所はやっぱちょっと舐めてかかったらダメですね。